この事業はまだまだ続きます。50年、100年先まで続く、つまりは今を生きる人々のためだけでなく、次の世代、またその次の世代のための事業であります。LRT を一つの装置として、バスや地域内交通が縦横無尽に走り、誰もが自分の力で移動ができる、支える現役の負担を軽くしていく、持続発展可能な街をこれから作っていかなければなりません。長い事業であります。よー